どうも皆さんこんにちは、チャモムの抹茶でございますと。ということで今回はアントラ様主催の、PUBG カスタムマッチに参加してみました。さあ順位は何位になるのか分かりませんが、健闘を祈ってみてくださいなということで始めていきましょう。というか始めるタイミングは向こう側に、主導権があるので待ちです。あ、始まった。ということでやっていきましょう。いやこういう、なんて言うんでしょう、知ってる人と戦うというか、そういったのが初めてなので、すごい緊張しますね。しかも14人という、この人数で、果たしてどういう風になるのかと、こういう航路になってます。私は、もちろんホスピタル行きましょう。ただ、ホスピタル行きましょうなんですが、この辺経由で行きたいな。どうしようかな。車が欲しいっちゃ欲しいんですが、できれば、まあ、そのまま届いて、ビューンとホスピタル行きましょう。いつものごとくホスピタルへゴーということで、ちょっといつもよりテンション高めでやってます。どうぞよろしく。ちょっとだいぶ楽しみにしてたので、はい、飽きなく死なないことを祈りながらやっていきましょう。ソロなのでね、今回はね、果たしてどんな結果になるのか。14人の敵の方々、とりあえず4人、5人キルされてくれればトップ10入りということなので、まあ、楽しんでいきましょう。1戦2戦、合計2戦かなあるんですが、1戦目がこのエランゲルというマップで、2戦目が砂漠マップのミラマというところになりますと。ということで、まずその1戦目ですね。では、楽しんでやっていきましょう。マッチ開始します。ふいやと。わー、少ねえ。14ですね、合計。さあ、全力ホスピ狙いでいきましょう。減らないね。私、降りまーす。降りた。北多いな。ミリビツゼロか、まさか。ミリビツゼロ説ありますか。あー、一人行ったな。あれ、ミリベっぽいね。安定のホスピッピで楽しんでいきましょう。極力遠くに行こうとはしますが、車に引かれないことだけ祈りながら行きますが、ポツンキ1、ガトカ1ってところかな。ガトカじゃねえな。この辺かな。この辺1、この辺1かな。ちょっと、そんな感じになるかなと思いますと。僕もちょっと喋ってる余裕がなくなったら完全に黙りんこするんで、よろしく、そこのところよろしくお願いします。無言でカチ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 ってやってるかもしれないんでね。とりあえず物資を集めたいな。車があればいいんですが、現状ちょっとナッシングなので、車探しながら行きましょう。とりあえず最初の円ポスピ入ってます。完璧すぎますね。いいですね。いいスタートだ。この円でかなり決まると思うので、しっかり進めていきましょう。最初の円が初期円に、なんだろう、漁りたいところが入っていたりすると、わざんだ、取るか。初期円に、なんだっけ、入りたいところがあると、かなり有利になれるのかなと思ってます。はい。ホスピ初期なんですが、なんか、西側かなり空いてそうだったので、ホスピ最初にパーッと取って、その後、西サイド行こうかなと思ってます。めちゃくちゃまずい、取られたりしちゃったね。さて、ここからちょっとこっちの方降りてないっていう安心感からかなり漁れそうですね。まあ敵が来るっていう可能性も大いにありえますが、手前から先方、一応円も余裕があるので。ああ危ない、こういう時にミスるからな。
あんじゃん。ホスピ周りいけるかな。カバンがとりあえず手に入ったので、ひとまずセット、ひとまず最低限の装備を揃えたい。でベストは、M416 フルカスタムのカーフルカスタムとか牛かな、あとはでなんとかできたらいいかなって思ってます。あ、いいね。ただこの1個目のやつはなんか進んでトリンク1人が1人いそうなので、視聴者が頭のやつ取っていく印象なので2回目から確認いきましょうか。近く通ったらっていう前提付きではありますね。距離によるな。でもな、行くか。Thank you。 あっち側多分あんまりいないやつ。普段と違ったムーブしちゃうのが一つ悪いところではありますが、それなりの見返りがあるんです。まあ3万かと思うんで、まあ言うて今欲しいんですかなぐらいなんですけど、まあ取れる投資して何持ちたいぐらいか。結構向こう行くね。まだ誰もぶつけてないよ。とまんま熱い。アグか、悪くない。装備はもういいよと。それだけちょっと買っておく。まだ余裕あるんでね、物資には。いらない。セカン。はいい。AWM だと10発でちょっと少ないので。はい。
ダメ、やだね。お尻入ってるのが。これがわっそうさせないよね。こんだけたくさん車があると割ってもあまり意味ないんですよね。どこまで見たか忘れちゃったよ。あれだな、北側まで見てね。北側から行きましょう。ここらこんなにいるか。持ってかれたね。北側いるか。さすがにめっちゃ遠くなったね。リモか。3回かっこ。パイプ節が微妙いけど。どうしようかな。振りも入っとくのも一つの手ですね。ただ入っとくと柵的が難しい。山を取るのが多分ベストポジ。入っとるか。ちょっと辛いな。
撮りたいな。めちゃ来るやん。でも逃げよう、逃げよう。出てったな、2人。靴がめっちゃ目立つやん。入ったね。
まんの。いや、あそこには取りに行けねえな。こっちにバレバレなんで。さて、こちら側の人はもう大丈夫。注意するか。こちら側かな。後ろか、バカべえしれ。あと8名いらっしゃる。あ、さしか。どこに行くといいんだろう。こっちが強そうだね。敵位置もわかるし。チロチン入ってんね。グリップ全然わかんないのかな。お、びっくりした。
霧が吉と出るか凶と出るかだわ。反対か、街入っちゃった方がいいかな。まだ反対側があるのか。だね、危険か復活きちゃった。向こうに行ったか。力落としてたからな。
マジか。負けた。負けましたね。うひょー、こわ、なんじゃこれ。はい、というわけで、第1戦目は3位ということで残念でしたが、勝てませんでしたと。最後ちょっと打ち切らずにというか倒し切らずに上上がろうとしたのはちょっと問題でしたね。体力の問題だったんで、ちょっとでも相手の方を削って、上にいた赤いのやつも多分万全だったんで、あいつも削ってっていうことができていれば勝てた位置になれた可能性は十分にあったのかなと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。次後半に続きます。